クリック、もっと見るをクリック、検索バーでヘイジンを検索、ヘイジンフリップブックスをクリック、ページを展開してすべてのページにチェックを入れて完了をクリック、保存をクリックしてしばらく待ちます。ヘイジンフリップブックスで表示をクリック、さらにしばらく待つとフリップブックが表示されます。ページの右下をクリックするとページがめくれます。埋め込んだウェブサイトは表示されません。左上のシェアをクリック、リンクをコピーして他のブラウザで開くとログインしなくてもフリップブックが表示されます。アカウントを登録していない場合は1週間で削除されます。超絶簡単です。